平川家住宅日向う家住宅は、福岡県浮橋にある歴史的建造物、国の重要文化財に指定されている。平川家住宅は、上から見ると胸が、この字形をした、土造りと呼ばれる形式の民家である。土とは、かまどの意であり、家屋を正面から見たとき土のごとく見えることからそう、呼ばれるようになった。りは、筑後川流域から、 佐賀県にかけて見ることができる特徴的な民家の形態であり、平川家住宅はその中でも、とりわけ規模の大きな家屋である。平川家住宅を正面から見ると、寄せ棟作りつま入りの建物三棟が並んで立っているように見える。左側が、なや、中央が、土間部、右側が、床上部にあたる。しかし、土間部と床上部は、 建築構造の点でも間取りの点でも一体であり、実際は、納屋と、おもやの二棟である。土間部と床上部の屋根は前日の駆動作りであり、上から見ると、この事情になっている。さらに土間部の屋根と床上部の屋根の間の谷間になる部分には、瓦製の雨どいがあり、雨水が、家屋前方に放出されるようになっている。床上部には下手に、午前、台所、 上手に座敷、中何度、川何度がある。土間部は手前の内庭と奥の奥庭に分かれ、芋まや大きく土が現在もそのまま残されている。納屋の裏側には便所と風呂場がある。風呂といっても湯船はなく行水であった。平川家住宅の最初の建築は資料によって江戸時代中期とも後期とも言われているが、建築当初は 今より規模が小さく、座敷、中南度、川南度の部分は増築である。座敷の仏壇に文政三年の牧書があり、座敷部分の増築はこの時と推定される。南度部分の増築時期はさらに遅れる。納屋は明治時代の建築である。平川家住宅は1971年6月22日に、母屋と納屋が国の重要文化財に指定された。 現在も、住居として利用されているが、見学することができる。郵便番号839-1414福岡県、浮橋浮葉町高5388-1。ありがとうございます。